なんで春日さんがそんなに怒られてたか知りたいんだね。はい、はい、ここみちゃん、あの時ねちょっと見えなかったかな、春日さんが大きいから他が見えなかったかな、すっげーペンギンを茹でたじゃん。え、すっげーペンギンが泳いでたところに春日行っちゃったよね。でも春日危ない、ね、うん、でもそれは間違って落ちちゃったら普通心配してくれるんだけどな、うん、怒られるってどういうことなんだろう。だって許可なしでやってんじゃん。いやだから、いやだってついつい歩いてる時にこうあって池にはまったって、別に池にはあの許可なんか取りませんよ普通。いやそういうのダメじゃんって言ってんじゃん普通は。どういうこと。だってそうじゃん、たまたま落ちちゃったんですからね。でもあれ、ここみちゃん見てた、ちゃんとテレビを。何、急に中継が入って春日さんが一人で落ちたんじゃないよね。いや一人で落ちたんだよ。うん、加藤の指示だよ。ね、そどういうことですか。ねえ